海って誰のものもみんなどう思うここからは特別スタジオ部員のりょうさんのコラムコーナーみんなどう思うりょうさんが日常で疑問に感じていることを共有してもらいリスナーの皆さんからの意見を聞いてみようというコンセプトのコラムコーナーで、はい、今日は海って誰のものもちょっと広い感じで言いましたけども、はい、あのー、僕 えー、ランニングもしますけども釣りがすごい趣味でよく行ってるんですけどうん、うん、釣りの番組もやらせていただいてるんですけども、はい、あのまあ釣り禁止になっている場所がすすごく多いわけですね釣り人が来たから汚れたもしくはあの、えー、糸が引っか,かかってて危ないみたいなこともあって釣り禁止になっていくんですけどもそこの例えば。 防波堤だったり港とかっていうところで「釣り禁止」っていうふうに書いてるとこは分かりやすいですけど、はい、本当にそこは釣り禁止なのかどうなのかっていうのって実は分からな僕であそうか皆さんからするとどこでやってもいいっていう感じで。 いうですよね。おそらく釣り禁止って書いてるところはもちろんダメだとは思いますけど。釣り禁止って書いてあることもあんまり意識してなかったですね。テーブルとかでおっちゃんが座って釣ってねあの釣りしてたりみたいなイメージでした。キャンプ場とかバーベキュー場とかでよくみたいないらっしゃいますよね。はいはいはい。ああいうなところでもなんですけども意外と釣り禁止の場所が多かったり、あの河川とかで言ったらそれこそ玉川、隅田川とか、隅田川とかで言ったらあの 漁業組合がないから釣ってはハゼとか釣って持って帰って食べていいんですけど多摩<ー>川はダメだったりとか多摩<ー>川は遊、えー、漁券を買わないといけなくてほん<ー>でアユのやつはまあちょっと値段がもっと上流に行けば違ったりとかいろいろあるんですけどそういうようなことをあまり 知らないというか知らないですねアユも今な何県っておっしゃいました摩川なんで上の上流の方八王子とかアユをえと遊魚県がないとアユは釣れないんですねはいあ取っちゃダメだし今度トアミの県とかもあったりもするんですトアミあっていい川だったりとかそういうのをあまりにも知らないし釣り人である僕ですらえこれどこなんだろうどうなんだろうとわからないことが多いえ で前まで例えばえ大原ってあの千葉の千葉の大原港は前まで釣り禁止じゃなかったんですけどえこっからここまで釣り禁止っていう場所がもっと広がったんです、うん、それを知らなかったら多分そこでまた釣りもしちゃうじゃないですかそう,です、ね、私あそういうアナウンスっていうのはされるものなんですか、うん、いやあまりされなかったりその港の入り口に書いてくれてたら<ー>それはさすがにえここダメなったんだただ わざ,わざ、えー、もともと釣り禁止の場所があったらあの行かないですけどそれもわかんないんで確かに例えばそれこそ多摩川でガサガサすんのはあの網で救うのは OK だけど釣りに「小学生は遊漁権いらない」みたいな「おーおー中学生からいるのかな」とかそんなの誰が教えてくれたん <laughs> <に>ですら。ら <laughs> かかららない先ほどおっしゃってるこの遊漁権っていうのがそもそも釣りと漁業があるわけじゃないですかで漁業は営利目的でもちろんねいろいろおいしいお魚取って私たちにおろしてくださってるでも釣りはそのただ有限の資源ですからもちろん魚はその点で規制してるじゃないですけどそういった意味でお金を払って 釣りができる場所もあるみたいな、うん、有給券を買うみたいな意味があるんですね。ああなるほど。このばらつきはなんか誰もわかんないですよね。本当にこれが難しくて、はい、え例えば夜釣りをしてるしたらダメなんです。<え>それを<え>川では川ではだ誰が知ってるんですかっていうか。俺はえっとちょっとしてから知ったというか釣り番組をやってから知っただけであって、へ<ー>ほんでそれが多摩川の 釣りはダメだけど、えー、先ほど言った漁業権のない隅田川とかあ荒川とかちょっとそれ自分でまた調べてくださいね。は大丈夫だったりするんです。へちょっとでももうバラバラ。<あ>隣の川っていうかが大丈夫でこっちはダメみたいなことがあったりして。うんうん、で埼玉で言ったら入間川、入間川はえっ、ー、と夜釣りオッケーなんです。 それ以外はほぼほぼほんでだからしょ時間場所、うんうん、釣り人の年齢みたいなものでいろいろ細かく違う,、うん、う違うっていう。ほんで港ももちろんそうですし港も釣り禁止になりました、えー、とかいうところもあってそれはまあもともとそれこそなんて言うんでしょう漁師さんとかが 使うたたためめにに、えー、防波堤をを作ってたりとか船を守るために、うん、なので、えー、釣り人は釣り人で昔から行っててあの漁師さんが来たのに釣りの糸をあげなかったりしてなんか揉め事が起こって、うん、それだったら漁師さんが怒ってもう釣り禁止<ー>ってなった場所とかもあったりするんですよね。えーうん、なんか自分のものっていうよりもあここって誰のものなんだろう <laughs> ほんでうん、うん、海とか川とかってみんなのものって意識がどっかあるでしょう。うありました。<laughs> そうなんですよ。だからそれもわからないし、で子供でいうと自分らはちっちゃい時にペットボトルを切ってなんていう入り口を逆さまにして、はい、穴ボコ開けてそこになんか練り餌とか入れたら魚がいっぱい入ってきやった,やっ,たーっていうのはあるじゃないですか。うん、あれやっちゃダメなんです。 今、今それこそ多摩川では特にだと思います。だから漁具を使ってやるっていうのがダメ網はオッケーみたいな。誰が教えてくれます、これ。確かに。え、もうなんかアプリを切望しますね、私。全国の、なんかお魚、お魚釣りスポット。よくやって、あの、タップしたら。なんか何歳までオッケーとか、何、何使ってオッケーとか、そういうの出てくる。そういうのがないと。結構やりたい放題とか。でも、そういうのは財団で海。 海と日本とからそれてるんですよね子どもの海離れとかをしないようにってって魚をさばくイベントだったり、うん、未利用魚を食べるイベントだったりをすごくしてくれてるんですけど実はこどこで遊んでいいかとか一番最初のやつもちょっとやっていただけたら、うん、なんかもっと、うん、あそうなんだ学んでいかないと。 なんかわからないままじゃないですか。確かにいや、なんか釣りって特に、うん、なんかお父さんがやっていたから、ついていってやるみたいな。口伝で伝えられてる種味じゃないですか。<laughs> そうなんです。うん、僕もだから口伝で、うん、えっと。 その漁師さんとかにそこ大丈夫よって言われてやってんねんけど、2年後にはダメなってる可能性があるんですよ。だから <laughs> うだうそうなんですよ。かだからそれでお前テレビ番組やってるくせに何やってんねんってえ知らなかったすいませんって,て,て 2>, 2年間漁師さんがみたいなになりますもんね、うんそ。そうそうなんですよね。でそういうなんかなんかどっかでもっとわかりやすく学べる場所があると、ね、なんかもうちょっと広がるかなううそうですね。確かにしあの趣味としての釣りって結構そういうのもあって。はいうん ハンドル高いっちゃ高いですもんね。うん、だから<う>全部こう、マナーのところに集約されちゃってて、うん、それが人それぞれを生んじゃってるみたいなのもありますよね。ゴミ、うん、を捨てないとかいうのは、もう、もっと基本的なことで、僕から言わせたら、うん、そんなんは当たり前やからやりましょうよ。はい、そうじゃなくて、もうちょっと禁止とか、そういう,ようなところを、もう、ちゃんとやってったりして。教えてください、見てね。上から投げちゃダメとかいう場所ね。えーえー、海外では、そういうのって、ライセンスがあったりしますね。えー 釣りはライセンス制であるもの,ってうのそうです、うん、基本的なことで言うとええー、一週間の遊戯券買ったりとか、うん、そういうようなことが多かったりし,しますね、えー、多いですね、うん、うん、日本もなんかいろいろもうちょっと川によって変わるんだったらうん、うん、もうちょっと優しくしてもらった方が子供たちももっと遊べるかなと思ってます、うん、いやーこれだけねバラ、はい、つきがあるとは思わなかったですねす、うん、今日は海って誰のもの田村涼みんなどう思う 引き続きね、あの、あなたからもこういったことに対する意見お待ちしています。メールアドレス、おいでよ。joqr.net です。